大阪の藤井寺でスコティッシュホールドとシンガプーラのブリーダーをしているアンファミリーです。このキャリーバッグなんですけども、まあかなり高い確率で最近のお客様が持ってこられるのはこちらの屋根付きのものが多いですね。こちらに屋根がついてます。で、今日のご紹介なんですけども、ホームセンターでアウトレットとかしてるのご存知ですか？こちらの大阪の、まあ、藤井寺の近辺になるんですけども、あんまり言うとちょっとね、お客さんが殺到して、私も安く買えなかったら困るんで、ちょっとあんまり広めたくはないのが本音ではあるんですけども、このカゴなんですけども、通常だったらだいたいまあ3980円、4000ぐらいでまあ売ってるんですけど、アウトレットになると、見えますかね。2000円。約半額です。で、こちらの商品も、半額です。1500円ですね。だいたい本当にねお安くなってます。この間行っていろいろ買ってきたんですけど、まあカゴはちょっとうちの子が使うために新しく買ったっていうのもありますし、もしお客さんの中で欲しいっていう方がいたらこのままのお値段で今お譲りしてるっていうのもあって、ちょっと在庫として置いてます。あとおやつで買ってきたのはこちらでーす。猫ちゃんが大好きな稲葉の焼きカツオ。ちょっとコロコロっとしたタイプの焼きカツオになりますね。これもだいたいいつも98円ぐらいなんですけども、50円でした。で、こちらも味がいろいろあるんですけども、だいたい一つどれぐらいかな ?100 円。100円からもうちょっとするかな。それが、3つ入っててのお値段が100円になります。で、銀のスプーンも、これが一つが、50円です。まあ、他にもいろいろ、シーバーとかも買ってきたんですけど、シーバーも50円でしたし、他にもとってもお得です。もしよかったら今度4月の3日から5日まで、大阪の平野のホームセンターでアウトレットをします。期間限定です。行かれる方はどうぞ。